北海道で販売されるキャラメルグマ出没注意とは北海道の土産物店でよく売られている旅行記念グッズの名称である。ノースアイランドというブランド名で北海道土産を制作しているクリエイティブコンパス社が多数のグッズを出しているほか、主に北海道うちの食品会社も同じデザインを用いたジュースやお菓子を販売している。黄色地に黒で 方向するヒグマのイラストとクマ出没注意の文字を書いたものが最も著名であるが、クマの足跡をデザインしたものなどもある。また、英語によるメッセージ文が書き添えてあるものもある。T シャツ、帽子、靴下、トランクスなどの衣類やボールペンシール、金属プレートライターナイフなど300種類以上のアイテムが販売されている。変わったところでは、方向するマの絵の上に、 女房が乗っていますと書かれた自動車用のアクセサリーもある。また、北海道限定品であるコアップ柄なの熊、出没注意バージョンというものもある。熊出没注意のステッカーは、中国人観光客の間でも北海道旅行の土産として人気を博している。中国語で、熊は愚かなバカあるいは無能な動物の代名詞でもあるほか、区切りを熊で、 没注意に変えると愚かな人間が出てきています。注意散漫な状態ですというメッセージとなる。転じて、下手な運転手が運転しているので危険です。周りの車は注意してくださいという警告メッセージであり、若葉マークの内中華人民共和国では日本での初心運転者標識のような用いられ方をしている。福島香織、熊本地震で中国人が 熊門応援の新衣生層を超える民間の交流、今こそ育むべき時。日経ビジネス。h t t p b i n e s s n i k k e i b p c o j p a t c l o p i n i o n 1 5 2 1 8 0 0 9 0 4 1 9 0 0 4 2 p 3 m d s 2 0 1 6年9月1日。 閲覧。北京で熊出没注意ステッカーが人気の理由。2016年9月1日閲覧。ありがとうございます。